医疗査団は、日本の政治家、実業家、元衆議院議員、兵庫県姫路市出身。1957年兵庫、県立鹿間工業高等学校卒業後、マッチ製造業の夜賀化,化学工業に入社。1965年に夜賀東京工場が設立されると工場長となり、1968年に取締役に就任すると、 松戸青年会議所の活動に加わる。1977年に、夜課常務に就任するとともに、松戸青年会議所理事長。1979年には、麻生太郎の公認として、日本青年会議所会頭となり、オーナー経営者や2世の多い JCE にあって、初の高卒、サラリーマン重役出身の会頭として、話題を呼んだ。1983年に、 やか社長となるとともに、第13回参議院議員通常選挙に、自民党公認で、比例区から出馬、第14回参議院議員通常選挙でも、出馬するが、どちらも落選に終わる。1990年の衆院選で、旧千葉4区から出馬してようやく初当選を果たし、形成会に所属した。1992年の形成会の分裂では、羽田つとむ、 小沢一郎らと改革フォーラム21旗揚げに参加。翌年には自民党を離党して新政党に加わり、同党公認で第40回衆議院議員総選挙に再選されると羽田内閣で厚生政務次官を務めた。1994年の新進党決闘に参加する。ものの、1996年に新進党を離党し自民党に復党。 第41回衆議院議員総選挙では、自身の古巣、形成会を前身とする、平成権新人、渡辺博道と、コスタリカ方式を結び比例単独で再選。直後の第二次橋本内閣で、国土庁政務次官を務めた。1998年、山崎拓を領収とする、近未来政治研究会の旗揚げに参加。 2000年代42回衆議院議員総選挙で、千葉6区から出馬したが、民主党現職、うぶ幸たに敗れ比例復活できず落選。2003年、県議選に出た息子の公選法違反で逮捕、起訴され、執行猶予付き有罪判決を受け公民権を提出された。2014年、朝日中受賞受賞。ありがとうございます。